まさりんか。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は以前顔の手術のことに関してお話をしましたが、今回はその手術の大変だったことをお話しします。主に何が大変だったかというと、骨を切る手術だから大変だったっていうことなんですよ。手術って言ったら、そのメスでこういうね、良くないところにメスを入れて皮膚を切開してやるのが、まあ一般的な手術だと思うんですけども、私の場合は手術用のノコギリを使って骨を切断する、まあ、そういう感じの手術なんですよ。これかな、なんかね、その手術終わった後になんかね、教えてもらったような気がするんだよね。こんな感じだったような気がする。なんかピヨーンって出てる。なのでちょびっと他の手術とは一味違うので、主にどういった手術なのかっていう点と、あとは手術当日の流れ、あとはどんな風に手術をしたか、あとデメリットを、お話ししていきます。動画スタート。まず私がした手術は上下顎前突症っていう、歯茎の骨が前に出てしまっている状態のことを指す、症状の名前なんですよ。いわゆる分かりやすく言うと出っ歯ではあるんですけども、出っ歯の人って歯がこうやって生えてるじゃないですか。それがこうなってるのが出っ歯って言うんですけど、私の場合は歯がこうやってあるじゃないですか。それがね、もうこれごと前に出てるんですよ。これごと前に出てるっていうことで出っ歯なの。別にこうなってないんですよ。こうなってんのに、ちゃんと生えてんのに前に出てるっていう。だから歯科矯正をしてももうどうしようもない状況のタイプの人のことを、まあ、上下顎前突、下だけ飛び出てる人は下顎前突、下顎前突みたいな、なんかそういう感じの書き方するんですけど、私は両方ともね、もうチンパンジーみたいな、本当にちょっとトラウマを思い出してしまった。なのでちっちゃい時、私親に歯医者連れてってもらったんですよ。そしたら先生に、青木さんの場合は特殊な出っ歯なのでここではできませんって言われて、それで、ね、大きな病院に行ったら、あ、もう手術しかその改善策ありませんので口腔外科に行ってくださいって言われて、私は口腔外科に行ってっていう感じで、まず私がかかった手術の費用が約120万円ぐらいです。歯科矯正あるのってさ、え、芋吉さん、歯科矯正って大体いくらぐらい、経験者からのちょっと金額を知りたい。200とかじゃない？あ、そうなんだ。うちは6年ぐらいやったから200ぐらい。あ、6年もやったの、そう、芋吉も出っ歯で昔で歯科矯正やってるんですけど、私と違って幸いにも芋吉は歯が前に出てるっていうタイプ、私はもう歯茎ごとが出てるっていう、もうチンパンジー状態だったんですけども、え、私さ、どうだった歯、昔。なんかフグみたいな。へへ、フグみたいな感じ、口が全部前に出てる。だってお父さんにさ、お前なんでこうやっていつも間抜けみたいな口開けた顔してんだみたいに言われたじゃん。でもうちさ、口閉じたくても閉じれなかったじゃん。でも会うたびにお父さんにね、お前口閉じろってね、すごい言われるのに、私口閉じないから閉じれねえんだって言えない、ね、そう、すごいね、あの泣きながら反抗したのを覚えてる。横顔が不細工なんだって泣いてた。そう、昔ね、ほんと嫌だったんですよ。で、私はその口腔外科で、あ、これは青木さんも骨を切んないとみたいな感じになって、手術が20歳の時にしました。まずどういう手術をしたかっていうと、まあ、さっき言ったように、この歯がこうやってガコンガコンってあるじゃないですか。で、ここですよ、ここ、横から見たらここをスコーンって全部抜くんですよ。スコーンって、そしたら抜いた分のこの、ここ抜けるじゃん、抜くとこうやって短くなるじゃん。で、その短くなった分を後ろにカチャンって下げるんですよ。だから一から説明すると、こういった歯があったとしたら、まずここに頭蓋骨があって、ここで歯茎でしょ、フィーってここを全部スライスみたいな、スポーンって切って、で歯茎がペローンって取れて、で取った歯茎のところの間をカコーンって 1.5 センチぐらい引っこ抜いて、でカチャってっていうことです。だからここをガコって全部取って、歯茎ごとね、で前に出てる分1センチを下げるたびに間を引っこ抜いて、だるま落としみたいにガシャッっていう。画期的でしょ、すごいね、そう聞くと。やべえ手術してんなって私思うんですけども、まあ、そういう、まあ結
構大手術をしました。手術はもちろん全身麻酔でやるんですよ。で、手術時間7時間ぐらいかな。もう本当にめちゃめちゃ大変で、口の周りをなんかすごい分厚いなんか医療テープみたいので固定してるから、なんかもう開けられないの、口がふーみたいな。もうこんぐらいしか開かないんですよ。こんぐらい、指1本分ぐらいしか開かなくて、それ1週間ぐらいテープつけてたよね。取っちゃいけないみたいな、固定しなきゃいけないから絶対外すなって言われて、そう、だから芋吉にプリン買ってもらったりとか、あとはもうおかゆ、ウィダインゼリー、そう、もうそういう生活をしてたんですけど、しばらくその手術終わった後ってもう一番なんだ、私的には大変だなって思ってて、手術直後のその全身麻酔切れの後のその吐き気、血を吐いたんだよ。やばい、そう、やばかった。やっぱね、全身麻酔ってその大丈夫な人とダメな人がいて、私はどっちかっていうと大丈夫な人なんですけど、手術時間が長いから、その麻酔をされてる時間が長いほど、なんだろう、意識が戻った時にその気持ち悪さのなんか跳ね返りがこう変わってくるみたいな。日帰りだから手術終わって1時間半ぐらいちょっと横になって、そっからすぐ帰るみたいな。でもフラフラ、顔パンパンに腫れたまま。だって骨切ってんのにさ、日帰りってやばくない？そう、意識朦朧としてて、でその手術後の3日間ぐらいは毎日病院にその経過観察みたいのをしに行くんですよ。その縫い付けた後がちゃんとしっかりしてるかみたいな、細菌感染してないかとか、そういうのを見てもらいに横浜にある病院まで電車で行ってたんですね。でその手術終わった後だからか分かんないですけど、この3日間はね本当に地獄で、なんか立って歩くだけでなんか貧血、そう、ひどい貧血に襲われるんですよ。なんかしゃがんだら大丈夫だったんですけども、私の場合その電車移動してるんで、しかも座れないみたいな、タイミング的に結構混雑してたんで全然座れなくて、でこれで吊り革に捕まってるともう吐き気ともうめまいで、なんかこんなもうこんな感じ。それが辛かった、めちゃめちゃ辛かったな。まあデメリット的にはこの貧血っていう点と、全身麻酔をして目が覚めた後の吐き気とか、まあいろいろなこと、あとは口の周りをテープでぎゅうぎゅうに固定してるんで全然食べられなかったっていう、その3つ4つがめちゃめちゃ辛かったです。ただ意外にも骨を切る手術をしているんですけども、あんまり手術の後痛くなくて、特にそんな痛みをこうジンジンするとかなかったです。今回はこんな感じで、骨切り手術のお話をしました。普通のこれメスで皮膚を切開する手術と違って、ちょっとなんか怖いっていうか、骨を切るのって抵抗感があると思うんですけども、案外なんかやってみると、手術によるその直接的な痛みっていうのはあんまり感じなくて、今こうして、なんだろう、今なんだかんだ手術やってよかったなと思ってます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。